ゆるふわチャンネルです。今日はね、わかめの酢の物を作っていきたいと思います。まあ、それもね、ただのわかめの酢の物じゃないんです。梅干しをね、使ったわかめの酢の物を作っていきたいと思います。で、使うわかめはね、乾燥のわかめを使いますよ。増えるわかめちゃんってやつですね。たっぷりの水でわかめを戻します。わかめはね、しばらく放置しておきましょう。その間にね、きゅうりをスライスしていきます。きゅうりはね、薄く輪切りですね。スライサーなんかを使ってね、スライスすると簡単に素早くできますよ。はい、そしたらきゅうりには塩を少しかけましてね、これは塩もみってやつをしていきますね。そうしないとね、きゅうりから水分が結構出ちゃうんでね、味が薄まっちゃうんですよ。なのでね、ちょっと塩をかけて手でしっかりとよく揉み込んで水気を切ります。これは塩もみって言うんですね。これね、しっかり絞ってあげないとちょっとしょっぱくなっちゃうんでね、塩が残っちゃってしょっぱくなるんで、これ水気はしっかりと絞ってあげてくださいね。で、水気をしっかり絞ったらちょっと置いときましょうね。やっぱり酢の物にはきゅうりが必要ですよ。きゅうりはね、必ず入れましょうね。はい、そしたら今度はカニカマですね。このカニカマをほぐしていきます。これはね、味がしっかり出るっていうのと、やっぱりカニカマを入れるとね、色が綺麗なんですね。この赤が入るとね、きちんと色が映えるってことで、ちょっとカニカマを多めに入れちゃいますね。まあ、カニカマもね、手でほぐしたりなんかしてね、食べやすいようにしといてくださいね。で、そしたらね、まずはね、梅干しの種を抜きます。この梅干しはね、蜂蜜梅といって、ちょっと甘めな梅干しです。甘めの方がね、まあ、酢の物とはよく合うような感じがしてね、甘めの梅干し、蜂蜜梅ってやつを使ってみました。これはね、種を抜いてよく叩いてください。よく叩くことによってね、梅の味がしっかり出ます。酢の物でね、あんまりトゲトゲしいような酢の物は嫌ですからね。梅の味を入れて、ちょっとまろやかにしていきます。で、そこでね、砂糖とお酢を入れていきますね。酢はね、大さじ5杯入れます。ちょっとたっぷりめですね。砂糖と酢を大さじ5杯で梅を伸ばしていきますよ。酢のね、トゲトゲしい感じを砂糖が中和してくれる、いわゆる甘酢ってやつですね。この甘酢を作っていきます。この甘酢にね、梅を入れるっていう感じですね。そしたらそこに醤油を入れます。醤油はね、小さじで2分の1程度です。ほんの少しですよ。風味と旨味がちょっと出るぐらいですね。で、そしたらね、梅をよく混ぜていきましょう。酢と砂糖とお醤油を少し入れて梅をきちんとほぐしたら、これで合わせだれの完成です。はい、そしたらね、最初に戻しといたわかめですけれども、これもきちんと水気を絞ってください。でもしっかりね、水気を絞らないとね、味が薄くなっちゃいますんでね。わかめの水気を絞ったら、これを先ほどの合わせ酢に入れていきますよ。そして今度は水気を絞ったきゅうりを入れます。きゅうりとね、今度はカニカマを入れますね。もうこれでね、ほぼできたも同然ですね。あとはね、これをしっかりとよく混ぜてもらって、梅の風味をね、全体的に広げてもらって、そしたらお皿に盛り付けてもらって、これで梅甘酢あえの完成ですね。きゅうりとわかめの梅甘酢です。これね、食が進むんですよ、本当に。なんかね、酢の物のトゲトゲしさが、なんか梅がね、中和してくれるみたいで、なんかほんのりと甘酸っぱい感じでね、この梅がいい感じに作用してくれます。これね、酢の物は全体的に梅入れた方がいいかもしれないですね。これね、ぜひおすすめです。やってみてくださいね。